これが三の香戸ヶ沢原原始林だそうです。国指定天然記念物、昭和4年12月17日。これは濁点つけないのかな。戸ヶ沢原もしくは戸ヶ沢原は小白類ってものかな、の珍種で、数百万年前の第三世紀時代には北半球に広く分布していた植物であったが、地質時代の気候の変遷、特に鉱石中期の寒冷期にはほとんど絶滅してしまった。いわゆる生きた化石植物で、学術研究上貴重な資料となっている。現在我が国では紀伊半島及び四国の一部に限られて生育しているもので、この三の香の純林は標高450〜730メートルの間で 21.67 ヘクタールにわたっている。戸ヶ沢原、点々がいるんやな。戸ヶ沢原松戸ヶ沢原族。樹皮は石灰色で厚く、老木では海海色って言うのかなになり、縦に薄く剥がれる。樹幹は高円錐形、葉は長さ2〜2.5センチメートルで、灰色は裏面は白い。花期、花の季節は4月頃。休暇は長さ4〜6センチメートルの卵型または円柱状卵型。10月頃成熟して、黒紫色になり、花粉、白粉をかぶる。苞輪は主輪より長く突き出し、先端は3つに散列する。これか、これが戸ヶ沢原原始林だそうです。
先端は三列するっていうのはこのことでしょうね。1,2,3,4、まあ4つあります。そんなに珍しいもん。これもそうです。生きた化石だそうです。これだけどこことここにしかパッと見た感じないんですよね。トガサワラ原始林。いや、トガサワラか。
ここが三の甲林道、まあ、三の甲川なんですよ、この下がに並行して走ってる三の甲林道の、まあ、どんつきですね。通り抜けはできないですね。通り抜けをしたいのであればここですね。登山道危険箇所、危険箇所多し川上村、ここに登山届を出して1時間ぐらいかかるんかな。ここですね。まあまあ、明神滝 1.5km を経て隠し平 3km、 安宮跡、高吉親王御墓、ここがね、奈良県川上村の、東の端になってるんで、ここからさらに歩くと馬の倉岳やったかな、馬の倉山だったかな、うん、その山を越えていくと三重県に行きます。ただね、山道の3キロなんで、やっぱり1時間ぐらい見といた方がええんかな、うん、ここはね何度か行きました。うん、熊に注意とか、 なんか命を大切にっていうような看板が昔は貼ってたんですけどね。ここ登っていって高吉親王御墓をさらに東に行くと三重県です。今日はね 1,2,3 車が3台ほど止まってるから登りに行ってるんでしょうね。ここは三の甲っていう場所です。あ、これがいいかな。ここですね。三の甲先の国の天然記念物トガサワラ原始林を見て、左手に三の甲川をずっと並行して走ってきて、現在地ここですね。で、階段を登って明神岳を経て隠し平安宮跡がありますね。これ地元伝承の、まあ、南朝の跡、五南朝の人たちの安宮跡。そこから先はすぐ、こっちは三重県ですね。三重県宮川村って書いてますね。はい、以上です。